アキラ、The Gorilla、The Gorilla。ああ、まあ、それは、そうだね。絶対、アメリカで言っちゃいけないことですね。人をゴリラって呼ぶのは絶対ダメですよ。いや、でも、リングネームがゴリラっていうことで OK ですね。第一、阿部 vs. アキラ。この試合も、判定までいかなかったね。KO というところでした。その失神 KO しますっていうのがあまりにも印象に残っていて、でも KO じゃなかったんです。It was a 一本、arm triangle だったよね。I think so. Arm triangle choke。タップしなかったら失神してました。Good enough。Good enough。アキラ選手の体がやばいよ。